もともとですね、なかったお金をこう借りてきてですね、投資して利益を得て。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナーウェルスソリューションズ代表の瀬古内です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。最近は LINE の公式アカウントも開設しまして、投資の役に立つ情報であったり、LINE の限定動画であったりを定期的に配信しておりますので、ぜひそちらもご登録ください。それでは本日の動画のテーマは、借入資金だけで資産運用する上場会社オーナー投資家シリーズナンバー6を、お届けしたいと思います。はい、投資家シリーズっていうですね、私が今まで資産運用をお手伝いしてきた投資家の方々がですね、どういう運用しているかっていうのをですね、ご紹介していくシリーズなんですけれども、すっかり更新するのを忘れておりまして、4ヶ月ちょっと空いてしまったんですけど、6人目の方っていうかですね、ナンバー6ということで、上場会社のオーナーっていうですね、会社をですね起業して、その創業当時からいたとかですね、その会社の代表で創業者である方であったりとかで、その会社がですねうまく成功して上場した後にですね、その方がもともと持っていた株式であったりが数億円とか数十億円の価値になっていると、そういう方々をですね、私たちは上場会社オーナーというふうに呼んでるんですけれども、当社のですねお客様の属性でもかなり多い方々でございまして、たくさんですねこういう方々をお手伝いさせていただいておりますので、まあ、そういう方々の特徴がですね、こういう方々で、まあ、ある方がですね、こういうふうな運用を実際にしたというふうな事例を持ってですね、皆様のご参考にしていただけることもあると思いますので、お話ししていければと思います。ということでですね、いつもの資産配分シートをですね、早速見ていきたいと思います。で、この方のですね、まずご本人様の情報を右下のところ見ていきたいんですけれども、ご年齢がですね、42歳ということで、ネット系の会社っていうのもあるんですけど、上場オーナー様ですね、かなり若い方で大成されている方っていうのが多いので、これが年齢方多いですね。で、上場会社の創業時からいた役員の方ですね、創業メンバーの方ですね。で、5年収が1500万円と。で、ご家族構成が奥様とお子様が2人と、富裕資産としては、まあ、国内不動産ですね、が中心になっていると。で、運用の目標がですね、自社の上場株式の有効活用と、自社株たくさん持ってですね、で、偏った資産配分の改善と、自社株ばっかりに資産偏ってしまっていると。で、インカムゲインですね、定期収入が今の会社の給料しか、役員報酬しかありませんので、まあ、それ以外の投資から得たですね、インカムゲイン定期収入の獲得というのが運用の目標。要望でございますと。で、この方の資産背景ですね、では見ていきたいんですけども、資産が偏っていると言ってるですね、日本株式ですね、この金額はですね40億っていうことで、大変ですね高評価を得ている会社様ということで、持ってる株の価値もこれぐらいになっているという方でございますと。で、一方で他の資産はどうかっていうとですね、まあ、ほとんどないわけですね。現預金が2000万円ぐらいあって、右側の実物資産はですね、不動産はご自宅ですね、はい、1億円の不動産と、あと住宅ローンが8000万円あるという状態でございます。なので、資産のですね、はい、全体のバランスで見ても、借り入れ一部あるんですけど、レバレッジ比率が 102% で、まあ、ほとんどレバレッジ効いてないと。で、金融資産が 97% で、ほとんど実物がないような状態。はい、比率としては低いですね、2% ぐらいと。で、外貨もゼロで、まあ、株が 99.5% ですね。で、債券はゼロということですので、まあ、必然的にですね、こういう上場会社オーナーの方っていうのは、資産配分が歪むようになってますと。これ、日本の上場している会社の株式、自社の株式、の割合が圧倒的に高くなるというのはもう必然なので、しょうがないことでありますね。で、プラスですね、会社の株を売却されているとですね、手元現金がそれなりにあって、他の運用ができるんですけども、結構売却されてない方もですね結構います。まあ、それは資本政策であったり、インサイダーがあると売れなかったりとかですね、会社側としてまとめて売却するときに一緒に売るっていうのもですねよくある話なので、売ってない方も結構実は多いので、こういうですね本当に日本の自社の株式にしか、保持資産がないという方は結構実はいらっしゃるんですね。で、こういう方のですね、資産形成のお手伝いさせていただいてるんですけど、どういうふうにですね、じゃあこういう方、資産の運用するかっていうと、この保有している40億のですね、日本の自社の上場の株式、これをですね、活用するっていうのが一般的であるんですね。具体的には証券担保論というですね、このチャンネルでもたびたび登場してるんですけど、こういう有価証券ですね、担保にして、不動産担保論のようにですね、証券をですね、担保にして、それに対して何割かですね、お金を借りて、その資金でもって他の資産運用していくというような証券担保論をですね、活用するというのが上場会社オーナー様の資産形成のですね、一般的なパターンでございますと。で、この不動産担保論と違うところはですね、この証券担保論は資金使途が自由なんですね。不動産担保ローンっていうのは不動産投資する目的でしか貸してくれないんですけど、証券担保ローンはそのお金を何に使ってもいいと。飲み食いに使ってもいいですし、不動産の頭金にしてもいいですし、他の有価証券投資してもいいと。
いう自由なところが非常にいいところですね。ということで、この方もですね、例に漏れず、その証券担保論を活用して、資産形成を進めているので、ぜひですね、どういった形で資産形成したのかっていうのを、アフターですね。こちらがビフォーなので、アフターの方ですね、見ていきたいと思います。で、まずはですね、ちょっと段階を追ってですね、お伝えしていきたいんですけど、その証券担保論をですね、使って借り入れを起こした後、どうなってるかっていうのが、配分したがこちらになりますと。で、右下にですね、増加している資産として、現預金がですね、6億増えてますと。まあ、これが証券担保論なわけですね。で、国内ローンが6億円、円建てのローンがですね、6億円増えてますと。なので、現預金が6億増えて、国内のローンですね、が6億増えてますと。のが配分シートでもわかるかなと思います。で、この証券担保ローンですね、はい、もうちょっと細かくお伝えしていきますと、条件ですね、借入金額っていうのは担保評価なんで、この場合40億ですね。40億あるうちの 15%。だけしか借りてないです。なので40億の 15% は6億ですね。本来どれぐらい借りれるかっていうとですね、担保の掛け目、どれぐらい借りるかっていう掛け目があるんですけど、この会社の場合ですね、60% だったんですね。なので本来は24億借りれるんです。24億借りれるんですけど、6億しか借りない。これなぜかっていうとですね、これ上場の会社のオーナーの方の場合ですね、一つの会社の株のリスクしか取ってないので、何があるかわからないわけですね。この会社がですね、ないとは思うんですけど、まあ粉飾決算、してましたとかですね。何か、とんでもないこと、コロナみたいなことが起こって、会社の業績が悪くなってしまいましたとか、リーマンショックみたいなことが起こりました。ってなった時にですね、株価は大幅に下がる可能性もあるわけです。で、それが一社の会社の株だとですね、一つの会社の事象によってそうなってしまう可能性があるので、よりリスクが高いわけですね。なので、自社のですね、株式を担保してお金を借りる場合は、相当余裕を持ってですね、借りるというのが一般的になりますと。なので 60% 借りるんですけど 15% しか借りないということなので、一応株価のですね、下落のバッファーが4分の1になってもですね、一応耐えれるというような状況になってます。4分の1ですから、まあ、相当下がってもですね、耐えられるというような状況になっておりますということですね。で、借り入れの金利は 0.7% ということなので、今のですね、低金利の状況プラス、こういう有料なですね、はい、資産背景の方っていうのはこれぐらいの金利で証券担保論は借りることができますと。次の借り入れ のですね、期間は、基本的に短期で組むのが一般的で、3ヶ月ぐらいですね、金利が3ヶ月ごと行使されていきますという形になってまして、で、元本返済はなしでですね、金利の支払いのみというのが今後の方のですね、はい、設定になっておりますと。じゃあ、この借り入れをした状態からですね、どういうふうに運用したのかっていうのがこちらになりますと。で、再配分したわけですね。で、元々だった2000万円残してですね、右下にですね、資産の再配分のものがあるんですけど、6億円の現預金を使わせていただいて、先進国の債券ですね、米ドル建てを中心とした外貨建ての債券に4億円投資したと。で、国内の不動産に6億円投資してるんですけども、またここで借り入れ使ってるんですけど、こちらの借り入れは国内のローン、銀行借り入れですね、不動産担保ローン、不動産融資を使ってますと。で、4億円借りてるわけですね。なので、証券担保ローンで調達した2億円を頭金にして4億円不動産ローンで借りて投資してると。まあ、ある意味フルローンでですね、この不動産を投資してるという形になりますと。で、こういう形の投資をするとですね、資産配分シートこういう風になりますね。外国債券は4億円増えて、国内不動産が6億円増えて、ローンもですね、4億円増えてますと。はい、いう形になりますと。というとですね、全体の配分どうなるかっていうと、下の方に出てますね。レバレッジ比率もともと100数%だったんですけど、126%もですね、高まってますと。総資産合計の右側ですね。で、実物資産ですね、割合がもう本当に 2% とかだったんですけど、13% まで高まってますと。で、その下のですね、外貨比率、もともと0だったんですが、まあ、10% 近くまでではですね、上昇してますと。で、株が 90% になって、債券の比率が 9% になっているということで、まあ、こういう上場なの方はですね、自社株の価値が圧倒的に高いので、完全に最適化することは難しいんですね。これはもう時間をかけてやっていくしかないんですけど、少しでも微力ではあるんですけれども、こういうふうにこう資産を配分する、分散するということにはですね、この配分を見る限りはできているのかなというふうに思いますと。で、この方の投資目的としてですね、インカムゲイン、収入を得るとっていうのがあったと思うんですけど、それがどういうふうに達成されているとかっていうのがですね、一番この右下のですね、キャッシュフローというところを見ていただくとわかるのかなと思います。4億円投資してますね。で、この4億円はですね、6% の利回りの債券に投資しているので、年間のですね、インカム減でいうと2400万円発生するようなものに投資してますと。で、国内の不動産ですね、6億円の物件に投資してますが、表面利回り 5% で、実質的な利回りに換算すると、だいたい 85% をかけたものだと換算するとですね、それから、借り入れの返済ですね、元本と金利の返済をしますと、1090万円ですね、っていうのが年間のインカム減になりますと。はい、これ1093万円ですね。まあ、これはですね、つまりキャッシュフローベースでそのまま入ってくるので、まあ、3500万円が前手元にこう入ってきますと。
で、そこからですね、引くものがあるんですけど、これ合計のキャッシュフロー一番下ですね。で、これ証券担保ローンの利息ですね。これ証券担保ローンは元本の返済がなくて、利息の返済だけなので、単純に6億借りてますので、それにさっきの金利 0.7% 掛け合わせたもの。420万円が利息になりますので、これを差し引くとですね、年間で3070万円っていうのが年間のキャッシュフローとして、この方にですね、残りますと。で、この方の役員報酬ですね、もともと1500万ってございましたので、そこにこの3000万、年収の倍ぐらいのですね、キャッシュフローがオンされますので、まあ、非常にですね、投資の目的としては、達成されているというのかなというふうに思います。まあ、これもともとですね、なかったお金ですから、もちろんこの投資によってリスクは負ってるんですけれども、もともとですね、なかったお金をこう、借りてきてですね、投資して利益を得てる投資でございますので、それで3000万毎年ですね、キャッシュフローが生まれるというのは素晴らしいことかなというふうには思います。ということで、この上場オーナーの方のですね、借り入れで投資している方のですね、このまとめをですね、最後にさせていただければと思います。ポイント4つありまして、1つ目がですね、やっぱりこう、借りる力のこのフル活用ですね。はい、これが非常にこう、重要なのかなというふうに考えております。で、まあ、これ、証券担保論を持っている自社株をフル活用しているというのとですね、またそれに加えて、不動産担保ローンもですね、しっかり使ってますと。物件価値の3分の2ぐらいですけど、不動産担保ローンで投資してますので、まあ、この方のですね、上場株をたくさん持ってるっていうのと、あと資産配給がたくさんあるっていう、この方自身の信用力ですね、上場会社の役員であると。この2つの力をですね、フル活用して投資しているというのが、うまくいっている理由なのかなと思います。理由の一つですね。で、2つ目はですね、証券担保ローンは先ほどもお伝えしてますけど、まあ、相当余裕を持ってですね、借りた方がいいんですね。これが1社の株式に集中してない、分散してる、まあ、投資信託とか、複数の株のですね、投資とか債券投資の担保ローンだったらいいんですけど、やっぱこう、こういうのシングルストックって言いますけど、一銘柄の会社の株式の担保ローンですね、自社株担保ローン、まあ、相当余裕を持った方が良くてですね、今回の例のように、まあ、正直ですね、特に新興市場の会社の株式なんていうのは、2分の1になるのは結構当たり前なんですね。オーナーの方とか役員の方ってすごい自信を持ってるので、そうならないっていうふうに思ってるケースが多いんですけど、実際なるんですね。はい、それは会社がうまくいってる、うまくいってない関係なく、相場なんでしょうがないんですね。リーマンショックとかコロナショックみたいなことが起こったら、みんながリスクがある資産を手放すので、そうなるとやっぱりこう下がってしまうんですね。なので、まあ、2分の1になることは当たり前で、まあ、3分の1になってもおかしくないと。まあ、4分の1ぐらいまではもしかしたら行くかもしれないと思って、証券担保ローンでは組んだ方がいいというふうに考えております。で、3つ目がですね、借り入れした資金、これに関しては、流動性が高い資産に投資した方がいいというのが基本になるかなと思います。で、この方もですね、6億調達したうちの4億はですね、流動性が高い個別の債券に投資してます。で、この個別の債券はですね、売却したら1週間で現金にできますから、1週間で6億のキャッシュとして戻ってきますので、まあ何が言いたいかというとですね、最初に組んだ時の証券担保ローンのですね、株価4分の1を割って、5分の1とか6分の1になったとしても、この借り入れたお金投資してる先がですね、流動性が高い資産だったら、それを売却してキャッシュに戻したものを返済すれば大丈夫ということでございますので、とにかくですね、株価は下がるしっていうことを想定した上でですね、すべての物事を組み立てた方がいいと。ということは言えるのかなと思います。なので、借りた資金の中心はですね、流動性が高い資産に投資するというのが大事かなと思います。で、最後4つ目がですね、インカムゲイン、定期収入を得るためのですね、インカム戦略っていうふうに言ってますけど、これがですね、投資してる投資対象の金利ですね。今回で言ったら債券が 6% で、不動産が 5% でしたね。なので 5% 台ぐらいですか？利回り 5% 台ぐらいなんですけど、それ引くですね、借入金です。この回だと、この証券担保なんですね、借入金 0.7% とかでしたけど、まあ、不動産もですね、それぐらいだったかなと思いますので、投資の金利ですね、引く借入金利、こういうのをイールドスプレッド、金利差というふうに言いますけど、この方の場合ですね、それがまあ4から 5% で取れるような形になりますので、この金利差をですね、取るような投資っていうのは、まあ成功する確率が高いわけですね。まあこの方ぐらいですね、投資金利と借入金利が高いと、このインカムのですね、全体の設計としてですね、成功しやすいので、これをですね、常に意識して設計するのが大事かなと思います。このインカムですね、スプレッドが取れてないと。金利差が全然取れてなくて 1% とかですね、投資の手は 0% っていうこともあるので、借入金利が極度に高いとかですね、投資金利が極度に低いとか、それはもうそもそもやらない方がいいということですね。なので、まあ 4-5% ぐらいあればですね、まあ、どっちかが上がったり下がったりっていうこともあり得るので、結構余裕を持ってできますので、まあ、これを基準にですね、一つ考えていくと。意識して考えて投資するというのが大事なのかなと考えております。まあ、借り入れで投資する場合はですね、
そういったところで本日は借り入れ資金だけで資産運用する上場会社オーナー投資家シリーズナンバー6という内容でですね、お届けをさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。